ドマン&中目黒のこれ知ってる。いやーカモン、レッツスタート、レッツスタート、レッツスタート。何なの、レッツスタート。杉山兄弟でしょ。それさっきから言ってますけど、誰か分かりませんから、ね。いや始まりましたよ。これ知ってる？始まりましたね。これ知ってる？見てる方はね、ちょっとわからない人もいるかと思うんですけども、うん、はいはい、まあ、僕 E3 帰りということで、そのノリで。E3 って何の略だっけ？エンターテイメント。しょっぱなから間違ってるけど。ここカットしてください。恥ずかしい。本当。大体何なんだよその手。え？これ。これは、うん、サンタモニカで、いやいや違います、これはあの釣り船で釣りで焼けました。そう、乗っかりゃいいじゃないか、サンタモニカで焼けましたって。これは違います。あ、違うんだ。僕は嘘つきません。あ、本当。そう、E3 帰りですけど、はい、はい、あの今日はなんとですね、僕があの E3 で取材行ってきたんですけども、うん、はい、その中でやっていたジュビロレポートという、あれね、はい、僕が自分で撮影して、その動画を収めた記事が、はいはいはい、あるんですけど、ファミツーアップの汚点と言われてるあれね。実験的なところもあったんですけど、うん、皆さんに雰囲気を泣くなよ。サングラスだからバレてない。サングラスだからバレてないです。ジュビロレポートまだ記事公開してないやつも実は動画で収めてまして、お蔵入り、お蔵入りじゃないですけども、うん、自粛。自粛したんだ。そう、自粛という形で公開するのをやめたものがあるんですけども、まあこういう機会に、うん、ぜひちょっと 見ていただこうかな。いいよ見なくても。それお蔵入りしたやつわざわざこれでやるの。お蔵入りしたものってことは今上がってるよりもクオリティが低いってことでしょ。むしろクオリティ高いかもしれないです。あ、マジかよ。そうなんですよ。じゃあ E3 秘蔵のジュビロレポートこちらです。 LA とかやんない。あ、忘れた。LA 遅い。カドマン&中目黒のこれ知ってる。あ、始まりました。始まりましたね。これどこだよこれ。なんと僕はE3 のためにアメリカカリフォルニア州ロサンゼルスに来てるんですけども、そうですね、まあ、今回のこれ知ってるはですね、ロサンゼルスの良さを皆さんにお伝えしようかなと思います。おー、いいですね。一応これも仕事で、別に観光したいってわけじゃないんですけど、斬新アイデア。 E3 がどんなところで行われてるか。E3 関係ねえだろ、海。だってここから E3 の会場、車で1時間ぐらいだぜ。これサンタモニカだろ。サンタモニカビーチということで。うわ、サンタモニカビーチ。サンタモニカビーチですよ。これ全然仕事じゃねえじゃねえかよ、これ。これほら、見てください。すごいでしょ、ね。俺ら何回行っていいと思ってんの、E3。そうっすね。何度も行かれてますよね。今日月曜日なんですよ。平日ですね。行かれたことない。平日なんですけど。あ、これサンタモニカの橋の上か。皆さん泳いでます。橋の上です。橋の上です。ほらこれ。この隣にある。遊園地ありますよ。知ってます？遊園地あったの。何回行ったんだって。何回も行ってんだって。遊園地があって。いやーこれね、気持ちいいです。すごい気持ちいい。全然内容がないんですけど。本当気持ちいいと思われて。いや、動けよここから。あっちの方まで歩きながら。あ、動きますよ。ちょっと皆さんにサンタモニカがどんなところか。もしかしたら撮る前に構成考えてから撮ればいい。いや結構考えましたよこれ。一応これ撮影してるから。カモメの風が降ってくれ。先ほども登場した目尻葛西さんがやっていますよね。目尻葛西さん。僕は正直分からないんですよ。ほら電話してますよ。サンタモニカで。っていうかさ、もっとさ、外国人の方々とさ、話しかけるとかさ、そうコミュニケーション図れよ。あ、それこっからね。あ、こっからありますよね。だって今までの動画一回も話しかけてないですからね。全く見ないです。ジュビロレポート。ジュビロレポート。引きこもりだ完全に。そうそうそう。あれ見てください。
ほら、タコ上がってますよ。ほら、日本の文化をここで感じられたんですよ。タコ揚げやってますね。ジャパニーズタコです。ジャパニーズタコじゃないだろあれ。アメリカンカイトじゃないのそうなの、どう考えたら。そう見えるんですけど、めちゃくちゃ風が冷たいです。これなんか買ってくるのなんで、海入って出た後、ちょっと寒い感じがしますよね。まあね、ここからね、きっと面白い展開なんだぞ。飛行としては。ほら。月曜日ですからね。今ね、月曜日、少し寒いしかないから、情報が。ごめんなさい、あと気持ちいい。気持ちいい。3つしかないから。でも月曜日ってもう、だってあれでしょ、メーカーカンファレンスやってんじゃない。いや、やってましたね。合間縫ってです。発表会からサンタモニカの鈴木さんに来て。違います、合間縫ってです。この前に、マイクロソフトのやってないカンファレンスに出て、はいはいはい、それでコンシューマーのメンバーは必死こいて今原稿を書いてるのに、君は違います、サンタモニカ今しかないというか、アトラクションの一つじゃなくて取らなきゃダメなんで、僕も行きたいから行ったわけじゃないですよ。ああ、サンタモニカ記事のために、あの怖い人たちに声かけないの。そうそうそう、する怖い怖い怖い人には声かけません。怖いみたいな感じで怖い。砂浜も白いっすね。わ、懐かしいな。せめてあの砂浜に降りてさ、ちょっと波と戯れて、そう、海入っちゃうとかさ、そうっすね。ここだけ、あ、来年やろそれ。いや、それすら攻めらしい。うわ、これ本当歩いたの結構この橋。これマジで見なくていいんじゃない。いやいやいや、見てください見てください。取材してます。E3 の取材。これただ笠井と2人が喜んでるだけじゃないか。いやいいなこの動画。違う視点から。これ絶対火災取りながらバドアイを飲んでるよ。そう、バドアイ飲んでるよ。逆にいいんじゃないかなと思いますけどね。いやこれほら。ね、まあ、長めのメンバーと大塚カドマンも結構しょっちゅう E3 に来て、ロサンゼルスに来てるそうなんで。でもまあ E3 教えるのはいいと思うんだけど、伝えるのはいいと思うけど、これ別に E3 じゃねえじゃん。しかもサンタモニカの橋の上だだけだ。ギャルに声かけんの、ギャル。お、ギャルに？ガンスルーですよ、ガンスルー。あれ？今の声ばっからあの、モノのピックアップしたおじさんとか。え？本当にこれで終わっちゃう？いやー、いいっすね。じゃあ、そこぐらいまでは撮りましょうか。え？え？何？なんか不穏なこと言ってる。一応、なんか区切りのいいところで撮りますか？もう会話もないですからね、これ。本当何もリポートしてる。どうですか？店員さんいないです。うわ、うわ、逃げた。わざわざいないところ。店員さんタイミング悪いな。本当にタイミング悪いな。今日どうしんだよ。なんかないのリポートは。サンタモニカっつったらだって買い物するとはもんね、うん、そうですよ。ああそうなんですよ。そうだよ。だってもっと大きいショッピングモールあるけど。そうそう、でかいショッピングモールあるじゃん。ストリートがありますね。ストリートはどこでもあるよ。ショッピングストリートがサンタモニカ、うん、なんかサンタモニカ、サンタモニカって何か考え深い無加減に言ってるけど、サンタモニカ、いやー来てよかったな。うわー、いやー本当に、これ本当にまさに終わっちゃうの。あ、でももうゴールじゃないですか。ゴールって何だよ。お前が決めたゴールだろ。もうゴールですよこれ。やばい、超時間の無駄。いやちょっと今のスーさん返せよ俺ら。本当、あの俺らこれからちょっとさ、会社の重要な会議があるんだけどさ、 その資料作りたいんだけどさ、こんな無駄なもので。